おはようございます。釣り子 TV です。2月の亀山ダムにやってきました。普段いっぱい持ってきちゃうんだけど、今日はねちょっとやりたいことがあって非常にシンプルな準備です。ちょっとね今日は2月にしては暖かめな日なので期待できるんじゃないでしょうか。1日頑張ってみます。今日はねこの新しく手に入ったグラビアスのリミテッドモデル、これに入魂できたらななんて思って持ってきてみましたよ。あとはねタトゥーラとバンタムのいつもの組み合わせです。一本は竿が折れた時の予備なんで、基本は一本ですね。ちょっと重めのもの投げ切るぞって時はね、このシマノのねなんとかリストを守る、これがねすごい楽ちんなんですよね。最後手首が疲れないっちゅう。まずはこれでサーチしてきますよ。もう投げやすいねやっぱ。今日はね、完全に寝坊して今お昼ぐらいに到着したから、あんまりどこでタコ粘るっていうよりは、まあ、感じがあれば粘るんですけど、基本は湖を広域に回って感じのあるところを探ってるうちにもうあっという間の帰着用事になるんじゃないかなと。いきなりスタートして3投目4投目で11時半の鐘が鳴ってしまいました。あと4時間半、2月のバスに触れるのか。いや気持ちいいからね、布団から出れないんだよね朝ね。もうね釣り人として死活問題なんですけど、布団の中が気持ちよすぎるっていう、困った季節なんですよね。あっという間の帰着時間です。教訓、ちゃんとね朝起きて朝マス目から釣りをしようということで、Day 1は終わりたいと思います。 Day 2に続く。やめねえのか、やめないです。こんなあったかい日はそうそうないからね。まあ夕まずめになるかもしれないし、
ございます。釣りこも TV です。亀山ダム湖畔沿い深夜23時ね。本日一匹も釣れずノーバイトということから、今車の中でね車中泊をして、明日朝一だけやって、まあデイ2ってやつですね。ほんでもって、帰ろうかなと思って湖畔沿いにいるんですけども、まあさすが2月なんでね、寒くて寝れないでね、なんかないかなと思ってね、あの自販機に行ったら、これね千葉限定のコカ・コーラね、こう千葉って書いてあるんだけど、細いボトルでね、すごいスタイリッシュね、こんなコカ・コーラがあったんで、まあね、こんな夜遅くにコーラをグビグビと飲んで、そしてデイ2を迎えようと思います。よく耳を澄ますとダブサイトのゴーっていうね音がするんだけど、まあ、せっかく車にいるんでね、もう明日はもう朝一から遅刻せずに、こうバシッとね朝まずめ、そこでねバスを釣ってなんとか帰りたいと思います。2月もバス釣りたいからな。最後に行った時ね、三島湖で坊主を食らっているんで、ちょっとねなんとかここで2月ね1匹釣ってね、もう2月1匹釣ったから、まあ、3月までいやとかね余裕を持ちたいんだけども、まあちょっとね頑張って明日、釣ってみたいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。釣りこ TV です。 Day 2の朝です。今日はねお客さん0人、引き続き2月の亀山ダムチャレンジしてみたいと思います。やべえ、0人ですよ、0人。まあね、こうやって通ってりゃいつかね春の一発目の暑い日に当たると思うんで、やってみたいと思いますが、もうね、ほんと今年はそこまで冷え込んでるんじゃないかななんて思って、またね、でも明日からまた寒くなるよなんてニュースでやってるから、どうですかね。はい、一日お願いします。今日もね、2本は